で、そのコンテストが漫画甲子園で、今31回、うん、だから31年間漫画甲子園をやって、で漫画甲子園でその参加する生徒も高校生なんですけど、でスタッフも高校生、スタッフも高校生がボランティアで参加してくれた、この31回去年から、はい、あの全世界から募集をしていて、でそこで予選があるんですけど、予選を通ったら、はい、あの参加費ちょっと3万円だけ払ってもらうんですけど、はい、その旅費とか宿泊費は全部出ます。いやで今回韓国の高校が優勝しました。あ、残念ながらね、あのコーチに来てもらえなかったんです。オンラインだったから、そう画面越しだったんですけど、でも作品が素晴らしかったから優勝で、あのオンラインで表彰やったりとか、インタビューやったりとか。漫画ドリームの、ドリーム体験ってなんだ、We should play something that's not this horrible music box music. Thank you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 .안녕하세요저도코치연에저는지금두번째와봤는데요역시그때는하루밖에시간이없어서잘즐기지못했었던것같은데이번기회에2박3일동안코치의여러군데를간것같아요정말코치현은제가일본에오랫동안살면서여러현을갔다가봤지만자연도정말너무아름답고무엇보다도음식이진짜너무맛있어요그래서혹시마음에힐링이필요하거나아니면맛있는음식을먹고싶거나하고싶으면꼭코치를한번와봤으면좋겠어요많이들코치사랑해주세요